ばんは。こん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 。どうもー。こんばんは。こんこん。何の時間つぶし？あれじゃないですか。8時からシャニの生放送があるじゃないですか。それまで暇じゃないですか。なんで、その時間つぶしで、ござーい。あと1時間、暇だなって思って、シャリの生放送がある。もうグラッド始まってるらしいよね。グラッド。忘れてた。いいね。俺のおかげで思い出せたんだから、感謝しろよな。まあ、ここです。どうも。おもパソコン大丈夫だった。おかえりなさいませ。おかえりなさいませ。ただいまです。昨日プリコネ6話見たんだけどさ、よかったね。結構なんか気になるところで終わるというか、プリコネ的な感じでね、終わると言っても過言ではないのではないでしょうか。まあ俺プリコネのストーリー見てねえからわかんねえんだけど。前半めっちゃ顔溶けてた。ぐちゃぐちゃなってたね。前半顔も体も溶けきってた。びっくりした。そんな溶けるっていうぐらいね、溶けてましたけども、まあ、なんでね、今日も京都とやっていきましょうか。いや、そんなシャニマスのグラッドがなんだかよく分かってないんでね。基本的に俺有識者、悪い意味で解けさそう。あ、なんかもうキリタン、キリタンいらねえかな。キリタンいるかな。キリタンいるか。キリタンない方が喋りやすい気がしてきたんだよね最近。キリタンにさ、やっぱなんだかんだ話を止められがちだからさ、俺が乗ってる時にさ、キリタンに止められちゃうとスッて忘れちゃうから何話してたか。そのこと考えるとやっぱキリタンもね、一長一短と言ったところか、一長一短と言ったところか、一短モメンって感じだね、俗に言うところの。なので今日はやります。いや、ほんとエイペックスやろうかなと思ったんだけど、表陣寝ててさ、仕事なくてキリタン悲しんでるよ。そうだよな、キリタンかわいそうだよな。エイペックスやろうかなと思ったんだけど、もう寝てたからあと1時間じゃん。あと1時間だったらエイペックスも、まあもしかしたらやるかもしれんけど。ルル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 。このさ、メンバー情報にポッチがついてるとびっくりするけど、結局このいいねしてないだけなんだよな。いいねしてないという事情でポッチつけるのやめてほしいんだけど、加入リストに人が来てんのかと思っちゃうんだよな。メンバー情報にポッチがついてるとドキッとする。全くそんなことはないのに。じゃなくて、あと何人、あと5人。やっぱアニメ効果で。いや、でもプリクールアニメめちゃめちゃクオリティ高いよね。ちょっと顔溶けてたけど、顔溶けてた以外はストーリーも面白いし、キャラも可愛いし、もうキャルちゃんが顔芸要員とかしてたから可愛いなって思いながら見てましたけども、見てましんたけども、どうも。まあ適当にゲームやってあれします、時間潰します。で、8時になったらどうしよう、この枠のままシャニ見ようか迷うな。皆さんグラッドやりましたか。グラッドよく分かってないまま、まだプロデューサー感謝祭もよく分かんないまま1年経っちゃったね。プロデューサー感謝祭も何をやってんのかよく分かんないまま1年経ってしまいましたけども、恐ろしいですね。未だによくしっくりきてないままもう
グラッドまで始まってしまうという恐ろしい。どうしたらいいんでしょうか、私たちは。受け取ることがドゥ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 。今日デレステもやったいんだよね、昨日夜。いつもさ、ソシャゲをやる時間にさ、どうもこんにちは。いつもソシャゲをやる時間にさ、昨日エイペックスレジェンドやってたからさ、全然できてないんだよね。あ、もう42か。な、ですんで、ですので、ソシャゲをいつやろうかなって思ってます。進めシンデレラロードを進まなきゃいけないのにもかかわらず、私進めてないので、悪い男だなと思いながらやっております。ゆえよろしゅう頼んます。エイペックスがさ、面白くてさ、ね、やったことありますか？エイペックスレジェンズっていうゲーム、あれめっちゃおもろいぞ。もっと上手くなりてえな。だからめっちゃ面白いからこそ、もっと強くなりてえという欲が出てしまいますね。特定の条件を、あー、スタミナもらっちゃった。遊べるゲーム機ないぞ。遊べるゲーム機ない、パソコンでやれよ。エイペックスはパソコンしかないのかな。PS4 も持ってねえのか、このご時世。持っとけ PS4。 でももう今年の10月になんか噂によると PS5 が出るっていう噂も聞き耳をかじりましたので、出るのかなといったところなんですけども、 PS5 がさ、コロナで延期やろ。あー、そっか、それありそう。もう本当にコロナウイルスっていいこと一つもない。エンターティメントが、私たちのエンターティメストがね、全部無力化されただけ。ニコ生視聴でもたまにカクつくレベルの貧弱パソコンじゃどうにもなら、いかやく。ポンコツじゃねえか。新しいの買ってくれ。よし、じゃあとりあえずプリコの終わりで。どうしようかな、イペックスやろっかな。忘れないうちにエイペックスローかな。影ちゃんの我々でさえこれだから、引きゃはストレスやばそう。ねえ、お前、俺は全然ストレスないんだけど。マジで。私もリンちゃんみたいな。びっくりするぐらい俺はストレスないけどね。今持ってるゲーム機も箱360だし。ニッチかよ。陰キャじゃん。陰キャ。あの、なんかさ、箱丸持ってる人、オタクみたいなイメージあったよね、昔。PS だって、 PS3 か Xbox360 かで、 Xbox360 選ぶやつってあの時なんでだったんだろう。本当にアイマスとかなんかね、 Xbox の方がそういうギャルゲーっぽいのが、ドリームクラブも確か最初は Xbox1000 倍だったし、なんかそういうイメージなんだよね Xbox。 常連のお客さんが熱出たってメールしてきてビビってるわい。あ、熱ぐらい出るだろ。でも別に言うてロード早かったよ、両方持ってたけど。へえ。俺 Xbox 持ってないんだよね、欲しい今更ながら。なぜならアイドルマスター1をやりたいから。熱ぐらい出るでしょ、人だもの。季節の変わり目でこんだけ急にさ、寒いのが暑いのになったらさ、体温がびっくり、体がびっくりしちゃってさ、熱出るでしょ。Apex やろう。 Apex やっていい？皆の衆。あ、でもデレステ一回やっとくか。箱マスそろそろ履修しないとな。なあ、デレステやっとくか一回。さすがにデイリーぐらいはやっときたいよね。アイドルマスターシンデレラガールズ、アイドルマスターシンデレラガールズ。アペ見たい。アペ見たかった。エペっていいよ。ちょっとでもさすがにさ、今日このままや、多分この後あの高山の配信見たらエペルから。一応今手元にあるけど GTA 5かでヨネッタしかやらん。あー、手元にあるのにやってないなんていうのは一体どういうことなんですか。やってください。多分デレやるタイミングな見失うから、ちょっとデレステするわ。
腐乳って言ってデレステさせてくれ。エペりたいけどエペる前にデレステや。あーキャプチャーできねえキャプチャーできねえよデレステ。やんなくていいかな、じゃあエペでいいかな。キャプチャーできねえから、エペだったらキャプチャーできんのかな。でもデレステ今日デイリーやってないんだよね。オーライカオレンジサファイアパッション、ドゥルドゥルドゥルルルル、その笑顔がずっと見ていたいミスターボーイフレンド。おお、やっぱさ、アニマスの、あ、シャニマスやる？シャニマス。でもシャニマス俺昨日のイベントほぼやらないまま、コミュと三つ峰1枚だけもらって終わっちゃったっていう最悪なパターン。あ、待って、 S レアスカウト。早くエペで死んだ時にデイリーすればいいよ。どういうこと？ S レアスカウトチケットがあと4時間ですって言われたわ。あぶね。どれの？これか。まあいいか、後でやろう。後でやろうはやばいな。後でやろう怖いよね。後でやろうはバカ野郎って言うしね。本当に俺バカだからさ、後でやろう忘れちゃうんだよね。自分も三つ峰1枚しか回収してなかった。そういえば、うん、わあわあ、でも戦いですか。獲得すればいいのに、あえてドブに捨てる姿男らしく見えるよでしょ。基本的になんかね、全部あのシャニのイベントもさ、やりゃいいのにやんなかったしさ。じゃあ明日やるわ、明日最終日だから明日やるわみたいな感じで結局エイペックス始めちゃって全くやらないっていうね。だって面白いのが悪い。なんかくじ引きの結果発表来てた。あ、何？シャニのくじもう引けんの？シャニのくじもう引けんだ。へえ、知らなかったよ。シャニは日曜にやるくらいで平日はデイリーだけやな。うーん、偉い。シャニをちゃんとやってるのは偉い。いや、俺もちゃんとやってないわけじゃないけど。基本的に5頭と6頭だけでくさがれる。あ、まあ大体そうじゃない、そういうのって。あ、俺実はね、あの友達に、次 YouTube とかでやるゲームを決めましてですね、友達がこの間 PS3 を貸してた、友達から貸してたというか友達ん家に PS3 を置いてたんですけど、それ回収しまして、ほで、その時に友達がお前これ配信でやってくれよって言われて、あの FF7 リメイクをもらいましたなんでやります、今度しばらく FF7 リメイクをやろうかなと。ただ俺 FF7 やったこともないんで。マジかよ。クラウドしか知らないんで、マジでクラウドしか知らないんでまあそのクラウドだけでも楽しめるのか、知ってるキャラがクラウドだけでも FF7 を楽しめるのかどうかといったところ、原作を知らなくてもリメイクだけやっても楽しめるのか、そういうのね、チェックしていければいいなと思う所存でございますよ。なんかやらねえからよっつってくれたわ。くれたっていうか、やってくれ、配信でやってくれ、それ俺見るからって言われてちょっとよくわかんない、よくわかんないけど、あのもらったのかわかんないけど借りた、うん、やります。なんで FF7 リメイク。さてじゃあエペルか。キャプチャーできたらエペルは、あ、できたわ。クリアしたら売ろう。売れねえよ。よいしょ。ティンティンティン。エイペックスレジェンズ。ミスターボーイフレンド。おお。っていうか朝倉 SSR もう来たのか。ね、俺さ、てっきりグラッドもさ、朝倉もさ、このあれの後かと思ったんだよね。
高山生放送の、てっきり高山生放送の後かと思ったんだけど、そんなこともないみたいで。映像キャプチャデバイスないのか。ボーイフレンド、あ、ちょ、一回配信切るか。プロパティ、ちょ、一回配信止めるわ、ごめんね。あ、大丈夫だ、止めなくて大丈夫だった、いけたわ。はい、やります。エイペックスレジェンズシーズン5練習。見た感じリンクアピが2人発動と3人発動で別になってる。どういうこと？リンクアピール。やりは、エイペックスレジェンズ1、2試合かな、できて、できて1、2試合。エイム上手くなろ。 Twitch プライム会員の方はレイスの限定アイテムもらえるらしい。 Twitch プライムって確か Amazon プライムでいいんじゃなかったっけ、違ったっけ。5月14日に消え去ってしまうので射撃訓練する。射撃訓練はしない、もう直接試合行くわ。あー、めっちゃマッチング早いね。今朝めちゃめちゃマッチング遅かったんだよ。8時間ぐらい、1試合に8時間ぐらいかかったの。頼むぞ、俺のジブラルタル取らないでくれよ。でも俺もしかしたらジブラルタルじゃない方がいいのかな、体でかいから。俺結構ゴイゴイいっちゃうタイプの人間だからさ、体がでかいジブラルタルより、ライフラインとかの方がいいのかもしれない。普通のスキルがトールとマドカの2人、トスのスキルがトールとコイトとヒヨコナノさん、イカ略。へえ、面白い。うわ、みんなレベル低く。今回のチャンピオンを紹介します。俺だけ恥ずかしいじゃん。え、でもレベル3、待って、レベル3でさ8キルじゃなかった今味方の人。絶対あれだよね、福赤だよね、レベル3で8キルって。どこがいいかな。うわ、ちょっとジャンプアスター譲渡しよう、ごめん。決めましょう、着地はここに。今回は私がジャンプマスター。降下する、こらえて。いきます。うまい、バラケがうまいな俺な、バラケうまおだわ。完全にバラケうまおじゃん。そろそろ新キャラ解放できないっけ。あ、なんかできそうだったよ、わかんないけど。いきなりやられてる、なんで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 。ちょっと待ってくれよ。うわ、しかも撃ち殺されてるし、ファーストキルじゃん絶対。次のリングまで距離が。最近誰かがここを通ったようだ。エリアをスキャン中。あ、さ、ナイスナイスナイス、神スキャン。今日村で初めて寮やったけど楽しいな。本当に？エイムが頑張ってる。リロード中だ。攻撃されている。回復すればよかったね。あ、回復じゃねえ。あれ置きゃよかった。シールド。あ、ちょっと、あ、くそ。銃がトリッキーすぎた、銃がトリッキーすぎたな。バコ、珍しいね、こんな健康的な時間に。そうだね、トリオの野良はしょっぱなダウンしたら抜けるやつばっかや。あ、そうなんだ。
このあと8時からさ、あれがあるんですよ。シャニマスの生配信があるんで、それまで暇だからやろうと思って。まあ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 、1キルしたからいいでしょ。エイムがやっぱガバいね。ちょっともうちょい土壇場でのエイムのガバさをもうちょっとうまくいけるといいんだけど。誰それ知らない。誰それ。うわ、知らない人ばっかり。ケツでかいな、老婆。でもやっぱジブラルタルの盾結構鬱陶しいな。やって今ジブラルタルと対面した時に盾張られながら来られると結構めんどくさいね。このお相撲さんかっこいい。かっこいいよな、めっちゃな。俺も好き。あ、みんなでも同じぐらいのレベル帯だね。20、30以下ぐらい。このゲームめちゃめちゃハマってんね。面白いんだよこれ。ちょ、ジャンパーサー譲渡しよう。嫌だ。あっちが面白そうだよ。どこ？俺あっちがっていうのがさ、本当にわかんない。どこ？え？色弱だからかな。こっち？え？ここは絶対狙い目ね。あ、そこね。女の勘ってやつね。いい？報酬を狙って。やばい。こっちには何があるかな。いるね。めちゃめちゃいるね。上にいたよな、上にな。上にいたの怖えな。上にいるともう。パブグよりこっちのが好き。どうだろう。パブG最近やってないからわかんないけど。どっちも面白いと思う。いたな。こっちは撃たれてリロード中だ。やべ、敵を、あ、ちょっとこういうゲームできる人羨ましい。敵多いわ、ごめん。やっぱエイムがばいな。エイムががばくてやられるな。このあれできなきゃダメだね。ここで仲間か。ナイス。なんだっけ、リコイル制御がもうちょっと上手くないとダメね。私ね、時間もそんなないし、エイム練習の会員じゃない。そうだね。感度とか設定を一回見直すのもいいと思う。でも結構見直してるよ。どうだった？見た感じ。行き過ぎたりしてた？あー、持ってくれたんだ。ありがとう。気をつけて、こっちに敵がいる。こいつは何？自分の体にこのなんか覚醒剤みたいなの刺してスピードが速くなるのかな？イモル。ゴー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 。よし、ナイス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 。へえ、ナイス。ごめんな、ありがとう。俺を復活させてくれると嬉しい。すげえ、何こいつの武器。あれ見てなんて早っ。移動が速くなる。その間体力が減る。体力減るんだ。え、何、ジャンプとかもできるの。え、何何、すごいすごいかっこいい。そんな早く行ってくれんの、ありがとう。いいよ、そんな無理しないで。悪いな。ありがとう。これありがとうって言えないの？なんかどうにかこうにか言いたい。いやー、マジありがとう。マジありがとう。超嬉しい。大好き。大好きって言いたい俺。伝えたい愛を。この気持ちを。
俺のこの気持ちをチャットできんの？この気持ちを感謝で伝えたい。あー、この気持ちを俺がじゃあもらっていいですか？マジいいやつじゃない？こんな優しいことある？いやでもボディシールドより多分進化シールドが強い。あー、めっちゃありがてー。これは欲しい。どうやって行くのそこ、行き方が分かんないんだけど。緊急脱出を開始。あそこから行けんだ。やってないしかも。うわありがてえ。レベル2なら2個まで、残り部隊数見てダメージ与えられそうなら以下略。あーなるほどね。ボディシールド発見、レベル2だ。ケアパッケージが楽しみだわ、ね、助かる。めっちゃいいやつ、みんな最高だ。こいつらと一生やってたよ俺は。こんな優しいやつ見たことある？みんなバックパックを発見、レベル2よ。バレルスタビライザーを発見、レベル3よ。すんげえ遠くで。これか。あ、危ねえだ、危ねえ。いただきます、バックパック。バレルスタビライザーは何につけられるんだ？感謝できないのか。スナイパーもいらねえ。拡張ライトマガジンを発見。ヘビアも。レベル3よ。ライトは、ライトはなぁ。めっちゃあの人いい人だね。トゥークランチ。トゥークランチがめちゃめちゃいろいろ。教えてくれるわ。超いい人。どこで？あっち？これじゃ足りねえ。まだまだ上げるぞ。完全に役中なんだ。とりあえず大体大丈夫かな。エルスターのちょっと段相談数が心配だけど。エルスターの相談数が心配だが。ヘルメットを発見。あー欲しい。 I-99 を発見。これは欲しい。ありがとう。ヘルメットを発見、レベル4だ。え、それはもう。ありがとう。拡張ヘビーマガジンを発見、レベル3よ。ライトアーモじゃない、ヘビーアーモが欲しい。あ、武器エルスターよりチェするか。え、ライトアーモ発見。あ、ライトアーモ欲しいね。やっぱヘルメット使われたね。あ、拡張ヘビーマガジンあったのか。拡張ライトマガジンってさっきどこであるって言ってたっけ。はい、ようです。オッケー、丸です。ちょっと俺だけめちゃ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 遅れを取っている。エネルギーアーモ欲しい。早く会いたいわ。これは使える。ショットガンもじゃん、これ。こっち行くぞ。よ、あっちに開封済みのサプライボックスがある。早いよ。早い。早い、みんな。俺が欲しいのが遅いのかもしれないけど。俺が欲しいのが遅いのかもしれないけど。こっちにトレジャーパックよ。ここにいてるかい？あぶらぶら、そこそこ。もう来てんのか。こんな来てると思わなかった。ちゅうまちゅうまち。ごめんな、遅くて。遅くてごめん。足引っ張ってごめんな。こっちに何かいいものがありそう。了解。まあでも大丈夫でしょ。ノーダメージでいけそう。まあある程度最初ならね、ダメージ食らっても。ここに行ってみるかい？どこ？どんなプレゼントが残ってるかしら？ここで戦った形跡があるってことか？
デスボックスっていうのは。お、やってんね。あっちに敵がいる。こっちには何があるか。何これ。間違えた？何これ、ブラックマーケットにアクセス。何これ。今日はあんたをもてなしてあげる。何これ。近くのアイテム引っ張ってこれる。すごっ。めっちゃ強くないこれ。あ、2個だけなんだ。ただ範囲内に落ちてるアイテムを取り出せる。ウルト。はぁ、超強くないこれ。ただ2個だけなのか。敵が見えた。ありがとう。あっちに敵が見える。どこ？こっちに何があるか見てみましょう。リングが閉じるまであと1分。欲しいものがあるなら今のうちよ。めっちゃ強くないじゃん今の。舞台壊滅させたけど魚吹きた時に逃げて使ってアーマー回収とかが。いかれ。なるほどね。お、なんかいろいろあるね。ジャンプパッド放出。これじゃ足りねえ。まだまだ上げるぞ。めっちゃ戦いあった。後がある。ベースまで残り30秒。ジャンプドライブを設置。リングが閉じるまで10秒。必要なものを持っていきましょう。やってんな。でも撃ったよね。リングが縮むぞ。あ、まあ、リングは大丈夫そうか。今撃ってなかった？って聞いた？怖っ。めっちゃ怖っ。ここ入ってんの？入ってんの？あっちに開封済みのサプライボックスがある。リオです。こっちに開封済みのサプライボックスよ。怖えな。集中だな。これ最後の試合。うっ、びっくりした。新しいキルリーダーが確定しました。あー、新しいキルリーダーね。ライトアモンめちゃめちゃもらっとくか。おい、やってんね。めっちゃグイグイ行くな。トゥークランチ。あぶね。どこだ。多分この種類。あ、いたいたいた。あっちに敵がいる。空爆の合図を送る。隠れられちゃったか。緊急脱出する。こっちへ行くぞ。どっち。急げ。あと1分しかない。あっちか。リングはすぐそこだ。よし、乗ってきたぜ。ジャンプドライブを投げる。なにそれ。こいつにワープもできんの。そこまで遠くはないが急いだ方がいいぞ。すごくないこのキャラ。めっちゃ万能では。リングは近いぞ。残り30秒。やり合ってんな。ジャンプパッド踏んだ瞬間にジャンプしたら飛距離伸びるよ。え、マジで。あっちに敵よ。
いる？見えねえ。嘘。ショップの回転よ。さあ急げ急げ。特に欲しいもんねえな。ただショップ回転しても微妙なショップの回転だったな。安心なさい。あっちにいるってことはあれだよね。敵こっち来るってことだよね。あ、いる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 。撃つんだ。当たんねえな。すごっ、敵倒したの。すごっ。残す敵部隊は2つだぜ。え、残す敵部隊2つ？あ、そうか、ジャンプパッド中にジャンプをしたらいいって言ってたっけ？忘れてた。敵を仕留めた。え、ローバ強くね？え、もう俺たちあれかい？1位かい？へえ。1位かい俺たち。もしかしてありえる。味方が強いな。敵どこにいるかだよな。あとはなんもしてないけど俺まだ先般だけど。こっちに開封済みのサプライボックスがあるぜ。マジで？了解。ジャンプパッドを投げる。めっちゃジャンプパッド置くやん。あ、なるほど、上から牽制するってことか。輪っかの中には入ってねえのか。急げ、あと1分しかない。リングはすぐそこだ。ここでもほじられてないね。未開封っぽいよね。あっちに拡張サプライボックスがあるぞ。レース開始。残り45秒。歩いても間に合うな。ってことはここ誰も来てないってことじゃない？アップデで奥端の UB めっちゃ使えるようになった。へえ。UB ってUB なんとなく言いたい、言わんとしてることはわかるけど、これも UB って言うの？それか。落としない？あ、あっちに敵がいる。大敵を。本当はウルト。こっちだ。投げていいかな？誰かいるぞ。チキンを売りに来たわけじゃなさそうだ。投げていいかなこれ？警告、リングの閉鎖が始まっています。もう次のリングに入ってるわ。これ投げていい？この辺りにはいいアイテムがあるはず。ね、これ。もう遅いかな？隠れたかな。あ、あと1回しか使えんだろうし慎重に使いたいな。こいつは弾を通さない。あれだ、レースのワープポイント見つけた。今レースのワープポイントがあった。いない仲間がいる。取れるアイテムを取って急いで。レースのワープポイントがあったから、多分どっかから来るぞあいつら。ちょ、それ伝えたかったな。伝える方法ねえかな。多分どっか行ってると思うんだよね。でも俺たちめっちゃ縁内。俺たちめっちゃ縁内だから。まだ、あそこ開いたね。あれ開いたって言えないの？ここに誰かがいたみたいだ。ぐるっと回ってこれんのか。いやでも俺たち園内だよなこれな。そうだよね、これ俺たち強ポイントなんじゃない。これ投げる準備しとくか。
うわ、怖っ。まだなんか、ほじってんのか。リング狭まってからのがいいかな。そうだね。エリアが最高区外になれば、それで吹き飛ばせる気がする。ああ、ミスった。やばい、バカだ俺。今のは甘かった。頑張れ。あー惜しい。いやー、またエイムが甘かったね今ね。ほぼ当たってなかったね俺の攻撃ね。あそこでちゃんと殺せれば、惜しい、ちゃんと撃ててればな今俺が一人でもキルできてればよかったんだけど、できなかったね。全然ダメージ出なかった。77しか出てない。すごい、トゥークラッチめっちゃ強いわ。すまん。じゃあもうそろそろ始まるんで、一回枠を閉じて、あてまったな1時間なんていうものは。チュピーン。お、バトルパスレベル3。一回枠を閉じて、また後にエイペックスパック開けるか。じゃあチュミミーン。うわー全然いいの出ない。レジェンダリー出ろよ、レジェンダリー。じゃ一旦枠を閉じまして、またやりましょう、シャニマスの配信を見る放送。ほいじゃ一旦しまいにします。お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。おつ